この洋服ケースでコンポストをねちょっと作ってみたいと思います。あんまり適した土がないんだけど、まあお庭の土でいいかなと思います。これでちょっと今日からコンポストをやっていきます。はい、で今お水を入れてちょっとこういう感じの団子ができるぐらいの水分にします。はい、ということで初めてですねコンポストに生ゴミをですね投入します。少しね湿ってるくらいでちょうどいいと思います。あと生ゴミはね細かくした方がいいと思います。で肉とか魚とかですね、あと骨とか、あとちょっとの皮とかね硬い芯なんかは外した方がいいと思います。はい、で土の深さはだいたい20センチぐらいあるといいと思いますし、まあ、日向に置いて土の温度を上げるというのもですね、まあ、条件の一つになると思います。で私はですね生ごみはですね区分けして、まあ、順番を決めて時計回りにね入れるように、まあ、4回分あるって感じなんですけども、こんな感じで、投入しています。洋服ケースをね使ってやってるんですけれども、まあ洗濯ネットなどでカバーをしてですね、そうですね片方だけでいいと思うんですけども1センチとか2センチぐらい、まあ、隙間を開けて風通しをね良くした方がいいと思います。コンポストはどうなってるかな。でこの日が5日後の状態なんですけども、やっぱり水がね結構飛んじゃってるんですよね。でちょっと中を初日の方を見てみたいと思いますけども、まだ、まあ、若干分解は進んだのかなと思いますけども、まだまだ、時間がねかかりそうですね。なので、まあ、水分量だけ都度ねチェックしていった方がいいと思います。これ今の状態はかなり乾燥が進んじゃってるので、もう少し湿らせた方がいいのかなと思います。卵の殻以外は、卵の殻以外はほぼなくなってる感じやね。ちょっと大根が残って、大根の皮が残ってるけど、草が生えてきちゃったね。こっちは、
こっちはまだちょっと残ってるね。こっちも卵の殻とか太い茎の部分のやつはまだ残ってる。卵の殻はダメっぽいね。まだちょっと時間かかりそうだな。こっちは草がいっぱい生えてきた。こっちも時間かかっちゃいそうなんで、ぬかをちょっとだけ巻きたいと思います。ちょっとだけ巻いてみます。せっかくだからもう時間かかっちゃうね。出てきた。カビがぬか入れたらカビが生えてきた。もうちょっとぬか入れてみようか。いいんじゃない、カビが生えてきて。もう一緒にしちゃおう。あ、でも卵の殻がなくなったね。卵の殻がほぼな、こっち側の卵の殻がなくなった。もうちょっと巻こうか。ちょっとだけ巻きましょう。こちらはですね、あの裏庭の状況なんですけども、ミニ花壇とこちらが裏の畑なんですけれども、ほんと小さい畑で、真ん中にね、あの大きな石があって、すごい重すぎて外せなかったんですね。なのでこの石があるんで、まあ1平方メートルぐらいの小さな畑なんですが、今ニラしかね植わってないです。これも去年おととしぐらいからずっと続いてるニラなんですけれども、あの草マルチの代わりに腐葉土を敷いています。まだあのこういう状態なんですけども、まあ、焦らずねやっていきたいと思います。まあ、コンポストの土ができるまではとりあえず腐葉土とこのバーク堆肥を使っていきたいと思います。それではご視聴どうもありがとうございました。